チャールズ・アンドリュー・ウィロビーは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は少々。第二次世界大戦下においては、ダグラス・マッカーサー大将の情報参謀で、戦後は連合国軍最高司令官総司令部、参謀、第二部部長として、対日暴力や検閲を担当するなど、占領政策遂行の上で重大な役割を果たした。一方、 法の支配を尊重する保守主義者としても知られ、東京裁判に際しては敗戦国の指導者だけを裁くため法の支配を恣意的に歪めるとして、不信感を表している。ウィロビー自身によれば1892年3月8日に、ドイツのハイデルベルクで、ドイツ人の父ティーフォン・チェッペ・バイデンバッハ男尺と、アメリカ人でメリーランド州ボルチモア出身の母、 エマ・ウィロビーの間に、アドルフ・カール・バイデン・バッハとして生まれたという。しかし、1952年にニューヨーク・ジャーナル誌で、フランク・クラック・ホーンが、ウィロビーの青年月日及び出生名について、疑義を呈する記事を書いている。クラック・ホーンはこの記事で、デアシュピーゲルが、ウィロビーの出生について、ハイデルベルクの出生記録によれば、1892年3月8日に、 ナワ職人、アウグスト・バイデンバッハとエンマの間に、息子、アドルフ・アウグスト・バイデンバッハが生まれたとあると報じた、ことに触れ、さらに、ドイツ貴族の系図を記した、ゴータ年間によると、エーリヒ・フランツ・テオドール・トゥルフ・フォン・チェーペ・ウント、バイデンバッハ不評代表、エーリヒ。フランツ・テオドール・ T ・ L ・ F ・フォン・チェップ・ウント、ワイディン・ボック、チェーペの P は二つではなく一つという人物が、 実在しているが、エーリヒは、男爵ではなく、しかも、ドイツ皇帝ビルヘルム2世から、フォン・チェーペウンとバイデンバッハの名乗りを許されたのは、ウィロビーが渡米した後の1913年のことで、それまでは、エーリヒ・フランツ・テオドール・テュルフと名乗っていたこと、その上エーリヒには、子が5人いるが、1892年に設けた息子はいないことを指摘している。ウィロビーによると、幼少は、 ドイツ人として過ごす。ドイツとフランスで学び、ドイツ語、フランス語、スペイン語を話す。地元ハイデルベルク大学などで学んだ後、1910年にアメリカに渡り、アメリカに帰化チャールズ・アンドリュー・ウィロビーと母方の家族名に改名したという。もし、ウィロビーの主張に間違いがあり、ウィロビーが母の家族名でないとすれば、 ワイディンボックのエイドをウィローに翻訳してアメリカ人らしい家族名に改名した可能性がある。1910年にアメリカ陸軍に一兵士として入隊した。同時にゲティスバーグカレッジでも学び、1914年の卒業時には少佐となる。カンザス大学の大学院に進んだが、第一次世界大戦のため中退。第一次大戦を通じて、 叩き上げで昇進を重ね、1941年に大佐だったウィロービーは、ダグラス・マッカーサーの情報参謀として、アメリカが植民地支配下においており、マッカーサーが多くの利権を持っていたフィリピンに赴任した。1941年12月から、アメリカも参戦した第二次世界大戦中の日本軍とのフィリピン攻略戦では、日本軍に敗走したマッカーサーとともに、 フィリピンから脱出している。1942年6月20日には、連合国軍巡省に昇進している。情報を重視するマッカーサーによって、連合国翻訳通訳か、連合軍諜報局が設置されるとウィロビーは、元締めとして、ラツワンを振るった。特に日系アメリカ人や、現地民を駆使した、諜報活動は、日本軍の動きを、ことごとく察知した。 1945年4月12日には、アメリカ陸軍より正式に少々に昇進した。1945年9月2日の戦艦、ミズーリでの日本の連合国軍への降伏文書、調印式には、マッカーサーの幕僚として参加している。日本を占領した連合国軍の一国として、アメリカ軍も参加し、GHQ では参謀第二部部長として、 情報、保安、検閲を管轄した。政治犯として投獄されていた日本共産党幹部の釈放や労働組合活動を奨励し、日本の民主化を推進する、民政局長のコートニー・ホイットニー・順将や、次長のチャールズ・エル・ケディス大佐を敵視し、縄張り争いを繰り広げた。右翼の三浦・義和、旧軍の河辺寅志郎らも使って、 反共工作を進めた。1945年10月4日、GHQ より日本政府に対して人権指令が出され、チアニージ法の廃止や特攻警察の廃止、共産主義者などの政治犯の釈放が行われることになったが、日本の警察力の弱体化と共産主義勢力の増長を危惧するウィロビーはこれらに強く反対していた。そのため、 特攻警察の機能を温存するために内務官僚と共謀して大衆的集団的不法行為の取り締まりを名目に内務省警保局に公安課を各都道府県警察部に公安課と警備課を設置することを後押しした。また、1947年の内務省の解体、廃止にも日本政府の弱体化を招くとして内務官僚と共に反対し、 中央集権的な国家警察を維持するために、警察総局と公安局の設置や、公安庁の設置を後押ししたが、GS のケイディスの抵抗でうまくいかなかった。そのためウィロビーは、内務官僚の石井英座や、加藤洋造と対抗策を練り、国家地方警察本部に警備部を設置することで、特攻警察機能の温存を図ることに成功した。後に、ウィロビーは、 自書で、日本の警察制度に関して、日本の警察機構は、占領期間中にバラバラにされてしまったが、私の危惧した通り、これはうまくいかず、後に、国家警察として、再び一つになったと記している。極東国際軍事裁判の折、永久戦犯の容疑者は、第一次裁判で裁かれた、東条秀樹ら28名の他に22名ほどいたが、 この裁判をよく思っていなかった。ウィロビーの釈放要求が通り、22名の容疑者に対する2次、3次の裁判は行われなかった。背景として、まず、ジャパンロビーが反響工作を取り仕切ったことと、加えて1次裁判で時間がかかりすぎて、イギリスが裁判続行に消極的になったことも影響している。 オランダ代表のベルトレーリンク判事の著書によれば、ウィロビーは、この裁判は、史上最悪の偽善だった。こんな裁判が行われたので、息子には軍人になることを禁止するつもりだ。なぜ不信を持ったかというと、日本が置かれていた状況と同じ状況に置かれたのなら、アメリカも、日本と同様に戦争に出たに違いないと思うからだと、語っていたとされている。 GHQ が許可した戦後初の渡米者で、日米文化振興会を起こした、笠井重春が、有力な情報提供者として信仰があったことで、知られる。また、A 級戦犯においてウィロビーが、釈放要求を出すのに慎重だったと言われている、小玉義夫とは、その後小玉の通訳となり、ロッキード事件の最中に変死した、福田太郎を、辞書の翻訳者にするなど、 小玉とも何らかの関係にあったと推測されている。1948年には極東委員会でソ連のクズマテレビヤンコ中将は日本海海戦の異種外主として戦艦、ミカサの解体、廃棄を主張したが、ウィロビーは日本の記念物を破壊して日本人の反艦を買うのは避けるべきだと反論して阻止。結果、ミカサの廃棄は免れた。後に、 チェスター W にミッツ海軍元帥が復興運動を行った関係で日本人にはこちらの方が知られているがウィロビーもまたミカサにとっては恩人と言える。1950年の朝鮮戦争の際にウィロビーは中国共産党軍は介入しないとする報告をマッカーサーに行い、マッカーサーはこれをもとにハリー・エストルーマン大統領に対し中華人民。 共和国参戦の可能性を否定した。これが全くの誤認であったことは、後に中国人民志願軍の参戦によって、戦場で実証されることになった。GHQ での活動の他情報の専門家として、CIA 設立に関与した後1951年に、退役、スペインに渡ると独裁者として知られた、フランシスコ・フランコ将軍の非公式のアドバイザーになる。 1968年に引退し、妻のマリー・アントワネットとフロリダ州、ネープルズで引退生活を送り、1972年10月25日に死亡した。80歳。1923年に、プエルトリコで結婚した前妻との間に、娘がいる。ありがとうございます。